ちょっと自分自身を武装するためのファッションに興味があったので、はい、ラララララ、はい、皆さんこんにちは、月曜 MC のヤマピーです。今日もですねレンズ早くやっていきたいと思います。今日はですねなんと10人目のゲストに来ていただきました。ベニコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ベニコさんすごいですよ。もう記念すべき10人目ですか。いやなんか嬉しいですね。区切りのところで呼んでもらえるという。いやもうこれもご縁でですね、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、で実はですね前回の9人目のゲストだったアギ先生からですねあのメッセージをいただいてます。お何だろうそうなんですね。そうなんです。ニコさんは一言で言うとどんな方なんですかって聞いたらもうズバリかっこいい女性って言ってました。え、めちゃくちゃ嬉しいですね本当ですか。ちなみになんですけどアギ先生はですねかっけえ女性の人って言われて紹介されたんですけど、なるほどかっけえ女性がですねかっこいい女性を紹介してくれました。ありがとうございます。なるほどなるほど、かっけえつながりで。そうなんですよ。もうちょっとニュアンスは違うみたいでかっけえではなくかっこいいってことだったんで、はい、またね今日は前回と違ってまた違ったかっこよさを今日はあの根掘り葉掘りと聞いていければなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけどもあのベニコさんが今やられてるお仕事も含めてですね、まあ、簡単に自己紹介していただければなと思いますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず私ベニコと申しまして、アパレルブランドスイというブランドの、ファッションデザイナーを仕事としてやっております。このブランドが、基本的にはレディースのファッションブランドとなっていまして、2019年、2020年 AW からスタートしました。 AW っていうのが秋冬のことになるんですけれども、東京をベースに、ポップアップですとか受注会をするような感じで活動してまして実店舗を持っていないブランドになります。なのではい、そうなんです。でオンラインストアですとかあの突発的なポップアップで、受注を取ってそちらをお届けするというスタイルで今も活動しているような感じですね。あ、そうなんですね。期間限定でじゃあお店を出すっていうところなんですね。はい、そうなりますね。それって変な話なんですけどこう、はい、期間限定だけでこう生業としてはもう成り立つんですか。最初の方は全然成り立たなかったんですよやっぱり。とはいえそのお店を構えるっていうことには、うん、あのコストがかかるんですよね。やっぱり人件費もそうですし、うん、場所を借りておくお金っていうのも常時かかってくることになるので、はい、そういうことを考えるとあの期間限定ショップを自分の、ブランドだけで、はい、開催する方がなんだろう利益を得るまでの期間が短いのかなという感じがしていて、うん、最近はちょっとずつ伸ばしていってますね。すごい。はい、ありがたいことに。じゃあもう本当にこうベニコさんのあのブランドってことなんですか。あ、そうなります。かっこいいですね。ありがとうございます。あの実はもう一人人が中にいて、二人でやっているブランドにはなるんですけども、はい、基本的にはそこの二人だけで動いているような感じになります。はい、じゃあもう先ほどおっしゃってた女性向けのファッションってことでこう年齢層とかのターゲットとかもなんかもう決まってるんですか。はい、そこら辺もあんまりちゃんとは設定しないで作っていて、その、はい、レディースのブランドっていうふうに最初とりあえず語ったんですけど、はい、あんまりそこのジェンダーについても自分からはくくりをつけたくないなっていうのが本音でありまして、はい、とはいえその説明をするときに分かりづらいのでレディースという言葉を使っているっていうような感じですね。あのこれどういうことかっていうとその、はい、服の形とかサイズに関しては、はい、レディースのような形態のものが多いのでそういうふうに伝わりやすいように言ってはいるけどっていうことになります、はい、あ、じゃあ実際は、まあ、その、はい、まあ、男女問わずあの購入されることもあるっていう。そうですね、あの誰が購入してきていただいてもあのいいブランド側としては全く構いませんし、むしろそういうふうにしていただきたいなっていう思いがあります。じゃあ結構その、まあ、ジェンダーさっきね今ジェンダーっていうキーワードがあったんですけど、はい、少年に関しては結構、まあ、
あえてこういろいろと意識してる部分ってあるんですか？そうですね、その友人関係の話になるんですけど、結構その、はい、いろいろなジェンダーの子たちとかそういった方とかが多いので周りに、はい、そうやって思うと、まあ、作るものに関しては自分が好きなものを作っているので、はい、わりかしなんだろうレディースライクなものが多くはなるんですけど、はい、全然みんな着てもらえるようにちょっとずつ考えていってはいますね。ね、本当自分の好きなようにね、本来ファッションって、はい、ね、自分が好きだから着るっていうところですもんね。そうですね、あんまり縛られず好きなものを着るのがいいなと思っています。えにこさんの中ではそういった例えば幼少期とかちょっと周りをね気にしたりとか、はい、そういうのはなかったんですか？やっぱりちょっとその時から変な子っぽい扱いは受けてた感じがしてて、別になんかマイナスのイメージというわけではなくて、そうですね、こだわりがありましたね。あ、そうなんですね。はい、もうじゃあその時から将来はちょっとそのファッション系に行きたいなっていうのがなんとなく自分の中であったんですか？ぼんやりふんわりとありました。でもじゃあもうこれで行くっていうなんかきっかけみたいなのあったんですか？うち母が昔テキスタイルデザイナーっていう、はい、布の柄をデザインする仕事をしていたんですね、はい、でかなり昔の話になるし、私がもう学生になる頃には辞めてしまっていたんですけれども、そういう話を聞くうちになんかファッション業界ちょっと楽しそうみたいな気持ちがあって、やっぱり華やかなものに憧れたんですよね。なんかイメージありますよね、華やかな。そうそうそう、あるじゃないですか。ありますあります。自分自身に自信がなかったりとかもその頃はあったんで、はい、この華やかなものに憧れるのと同時にちょっと自分自身を武装するためのファッションに興味があったので、はい、なんかそういうので服を仕事にするのいいんじゃないかってぼんやり思い始めた感じでしたね。その武装っていうのはどういうイメージなんですか？素の自分だと自分のことをすごく好きになれなかったんですね。容姿だったり中身もそうですし、とにかく自信がない子供だったので、はい、ちょっとでも自分の好きなものを身につけて、はい、自分の好きな見た目になれれば、はい、なんだろう、自信を持って周りの人と接することができるんじゃないかって思い始めて、はい、特に高校生になってからは、はい、思いっきり好きなものだけを身につけるっていうような感じに変わっていきましたね。そうなんですね。その時とかって結構、はい、やっぱり人ってなかなか高校生ぐらいの時もやっぱり自分らしくってよりかは人と比べちゃったりとかっていう時もあるじゃないですか、はい、そうですね。そういうので病んだりとかしなかったんですか？全然なかったですね。もうその頃はその時はもう吹っ切れてるんですね。はい、吹っ切れて弾けていたので、結構ゴスロリとかそっちの系統の服着て高校行ってました、はい、あ、もう本当に好きなもの着てって、はい、そうです、先生たちにはおどうしたのって言われてたんですけど、割と自由で寛大な学校だったので、はい、もう素敵な学校だったんですね。自分に合ってましたね。良かったと思います、ね、それで全然そういうの着るもんじゃないみたいなね、はい、もうちょっとまともな格好しろみたいなっていう偏見とかね、そうじゃなくて、はい、あ、じゃあお前はそれが好きなのか、まあまあまあみたいなっていう感じだったんですね。あ、そういう感じでした。やはり素敵な学校でしたね。はい、はい、皆さん優しくしてくれましたね。あ、じゃあもうそういったところで授業ねされて、こうね認められて、で自分の好きな格好してるから好きにもなれてって感じだったんですか、自分のことも。本当そういう感じですね。はい。そうなんですか。やっぱそれがもうずっと続いて、今でも本当好きなものを作って好きなものを着てっていうのがもう自分のなんか人生のあれなんですかね。そうですね。今一瞬ちょっとファッションの世界から離れた時期があったんですけど。そうなんです。就職をして専門学校に行ってたわけなんですけど。はい。